えっと、僕は今、大阪にいるんですけど、大阪のホテルにいるんですけど、昨日ですね、えー、サロンメンバーさんとですね、地元で飲み会がありまして、15人限定かな飲み会がありまして、で、北海道から来られてた方がいらっしゃったんですよ。で、まあいろいろあったんですよ。その前に、えー、チムニータウンっていう会社で、えー、やらなきゃいけないお仕事があったんですその方とね、 ですが、ちょっといろいろごちゃごちゃってなってしまってですね、スケジュールがうまく合わなくて、ちょっとご迷惑をおかけしてしまったのもあって、なんか自分の中で、いや、申し訳ねえなっていう気持ちがあったんです。もちろんその穴見はさせていただくんですけども、それがあったのと、あと、お酒が入っていたっていうのもあって、で、結果、僕が出した結論、何かっていうと、その北海道から来られた方、あの、大阪のホテルに泊まられて、 まあ、空港のすぐ近くのホテルを取られていたんですけれども、なんか話がすげえ盛り上がっちゃって、で、その方と僕の家の話になったんですよ。あの、家って東京の家ではなくて、川西にある、えー、家なんですけども、その話、家いいっすね、みたいな話になって、なんかポロッと、いや、止まってきます、みたいなの言っちゃって。<laughs> なんか、大阪のホテルに帰る、 ホテル泊まってもつまんないし、どうせだったらもう僕ん家泊まってっていいっすよって言っちゃって。で、実はですね、今日、僕は今ね、大阪のホテル泊まってますけど、えー、その裏で僕の自宅にですね、北海道のおじさんが泊まってるっていう。<laughs> <laughs> 一夜明けて僕はなぜ北海道のおじさんを家に泊めてしまってるんだと思ったんです。そんなことありますそんなことある一応僕、 あのー、一応タレントさんみたいな感じなんです。一応有名人なんですよ。で、その有名人のうちに、北海道のおじさんが単独で泊まるってことあります過去ありましたそんなこと。いや、僕がいてたら、百歩譲ってね、僕がそこにいてたらまだ、それでもなかなかないですけども、僕もいないんですよ、その家には。僕いなくて、北海道のおじさんが今単独で西の宅に泊まってます。 寝てます。<laughs> 怖いですね、お酒ってね、本当に。いや、でも面白いなと思って、あの、どうぞどうぞ使ってくださいって言って、あのー、あの、北海道の恩じさんに家を譲りましたというお話でございました。今後もあんのかな、こういうこと。ちょっと、えっ、ー、と、面白いことがあったので、えー、ご報告させていただきました。西野さんの朝礼、今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの西田黄色です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西田黄色エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、新しい扉の前には、いつも長い説明があるというテーマでお話しさせていただきたいと思います。えー、今日もですね、最新刊夢と金の深掘りをしていきたいと思います。今日は、 214ページのですね、このタイトルですね、新しい扉の前にはいつも長い説明があるをピックアップでございます。でもまあ、これに関してはですね、えー、今回に関してはですね、深掘りというよりも、このタイトルで喋らせてという内容になってくるんですけども、えー、ちなみにですね、本の中で挙げている長い説明というのは、 NFT のことなんです。えー、それこそですね、先日のオンライン勉強会、初めての NFT っていう、まあやったんですけど、勉強会を、初めての方に向けてね、えー、NFT ってこうやって触るんだよって、こうやって買うんだよ、みたいな。で、そういう勉強会やったんですけども、これね、実に2時間に及んだんですね。でこれ、事前にいろいろと準備をしていただいた上で、NFT を買うまでの説明に2時間かかったんです。で、これを聞くとですね、ちょっとウッとなりません ?2 時間か、みたいな。 始めるまでに2時間かかんのみたいな。でも新しい文化って、えー、大にしてそういうもんだし、逆にそれがないものはですね、すぐレッドシャになるんですね。言い方を変えるとですね、長ったらしい説明がですね、新規参入者、参加者をですね、阻んでいる一方で、それによってですね、長ったらしい説明の向こう側に早いうちに行った人はですね、先行者利益を取れるし、そして長い間その席に座ることができるんですね。 で、このあたりについてもう少し深掘りしたいんですけども、うんとね、自分がなんか嫌だなと思ってるものあるじゃないですか。例えばそれこそ説明が長いとか、あるいは、うーん、バッシングされるとかさ。そういうのは当然自分だけじゃなくて、他のみんなもやっぱ嫌なんですね。なので、えー、みんなそこに近づかないんですよ。でもこれ、ビジネス目線で考えたときに、 競合が増えにくいっていうことであって、はっきり言っちゃうとこんなボーナスステージってないんですよ。これ言ってること伝わってます例えば、えっと、今となってはもう考えられないですが、今から10年以上前にですね、僕、もうひな壇には出ませんと宣言して、信じられないぐらいバッシング浴びたんですね。えっと、 ぶっちゃけ僕が日向田に出ようが出まいが僕の勝手じゃないですか。だけど、当時のメディアや、えー、芸人や芸人のファンはですね、それを許さなくて、日向に出ろや芸人やったらひなに出ろやみたいなバッシングをずっと続けたんですね。なんなら僕が出てない番組でも芸人さんたちが、西野はなんで日向に出ないんやっていう議論をしていたり、これ今考えるとちょっと病的なんですけども、でもそういう事態は確かにあったんです。 で、これもよく言ってますが、クラウドファンディングとかオンラインサロンを始めた時もそうですね。今じゃもうみんなやってますけど、当時はみんな揃いも揃ってですね、詐欺やーとか宗教やーってバッシングしてたんですね。で、こういうバッシングって、まあ、あんまり浴びたくないじゃないですか。僕だって好きだって言われて気持ちがいいもんじゃなかったんですね。だけど、その気持ちとは裏腹にですね、ここには大きなメリットがあってですね、 ひな壇に出ない芸人って多分7、8年ぐらい日本で僕一人だけだったんですよ。クラウドファンディングもオンラインサロンも当時タレントで本腰入れてやっていたのは僕だけで、それがですね、もう何年も何年も続いたんですね。バッシングやら何やらはあるわけですが、ただ、えっ、ー、と、そのジャンルにその人しかいない、その一人しかいないっていうのは、もうボーナスステージもいいとこで、 そのジャンルの人に仕事を頼もうと思ったり、あるいはお客さんとしてそのジャンルの人を応援しようと思った時にですね、こう自動的に僕が選ばれるんですね。だって僕しかいないから。そこでかなり美味しい思いをさせていただいたんですけれども、えー、まだまだバッシングが続くもんだから、いつまで経っても競合が増えなくて、ずっと独占企業みたいな感じだったんです。なので、あ、これ美味しいなと思って、もう僕途中からひな壇に出ろやっていうバッシング、リツイートしてたもん。 だからこれが続けば続くほど、ここ僕一人じゃんってなったんで、もうリツイートシェアしまくってたんで、そうそう、これ続けてくれと思ったもん。おそらくですね、カジサックも同じ感じだと思います。当時は本腰を入れてね、っていうかもう身体をかけてさ、YouTube をやる芸人がいなくて、で、カジサックが YouTube をやります !YouTuber になりますって宣言した時に、そこそこバッシングがあったんですね。 芸人はみんな YouTube のことを下に見てたし、視聴者もそれにつられて下に見ていた。YouTube を始めることを何かこう、都落ちのように捉えていた。なので、えー、目立った芸人 YouTuber っていうのはしばらくの間、カジサックしかいなかったんですね。 お客さんがテレビやライブの中から芸人を選ぼうと思ったら、たくさんの選択肢があるわけですけれども、その中から選ばれなきゃいけないわけですけども、え、YouTube の中から芸人を選ぼうと思った時に、これ自動的にカジサックになっていたんですね。これやっぱ大きかったと思います。逆に、今の方が YouTube は難しいですよね。もう誰でもやっていいよ。あの、それは YouTube やるでしょ、みたいな感じになってしまったので、始めやすい分、レッドオーシャンになってしまっていると。 で、NFT の話に戻すとね、説明が難しいとか、よくわからないっていうことって、もちろんこれ始めにくいんだけども、そのストレスを超えるとブルーオーシャンが広がっていて、そしてそのストレスがですね、その海を守ってくれていたりするんですね。 僕らが NFT を触り始めたのって、えっ、ー、と、まあ、今からどれぐらいだ ?2 年ぐらい前ですけども、えー、この2年間、えっ、ー、と、NFT のことを分かりやすく説明できる芸人って本当に出てこなくて、ここのポジションは取れたんです。別に狙ってたわけじゃないですけどね。単純にみんながやらなかったっていうだけなんです。で、今日の話はですね、だからみんな NFT を始めようって言ってるわけではなくて、みんながですね、始めるのめんどくせえなと思っていたり、あれやると叩かれちゃうなと思って、 たりしてるものつまり、玄関口でストレスを感じるものの先にはですね、ブルーオーシャンが広がってるよっていうお話でございます。逆に、めんどくさくないもの、バッシングを浴びないものを始めたところでですね、 よっぽど強い人じゃない限り明るい未来は待ってないです。えー、最新刊夢と金にはですね、生きていく上で、えー、そして夢を始める上で、必ず必要になってくる、夢を続ける上でもですね、必ず必要になってくるとってもとっても大切なお金の話を書いています。ぜひ皆さん、えー、読んでみてください。そして、これ僕よく言ってます。大切な人、守りたい人、そしてですね、 子供たちになるべく早くこのお金の勉強をしてあげてください。この本を送ってあげてください。というわけで今日は新しい扉の前にはいつも長い説明があるよというお話をさせていただきました。オンラインサロン西野昭弘エンタメ研究所では西野昭弘が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあまったねー。 すいません。最後にお知らせをさせてください。えっ、ー、と、ちょっと面白い、えー、試みですね。えっ、ー、と、今日の朝7時にプレスリリースされたんですけれども、えー、ちょっと読み上げますね。近婚西野のオンラインサロン、西野明紀郎エンタメ研究所、えー、チャット GPT で応募できる奨学金制度の募集開始ということで、えー、実はですね、国内最大の奨学金情報サイト、 と、学士さんを通じてですね、オンラインサロンの奨学金制度をスタートするという、これ学生さん向けのやつですね、えー、をスタートさせていただきます。えこれはですね、1名の学生さんにですね、10万円の奨学金を給付するだけじゃなくて、え先行申し込みいただいた学生全員にですね、オンラインサロンの会費3ヶ月分を現金でキャッシュバックいたしますとありますね。<laughs> あの、こういう、え面白そうな 試みが、えー、スタートしますで、これ、でもね、学生さんもちょっとチャレンジしなきゃいけないことがあって、それは何かっていうと、書類選考、えー、選考課題文はですね、えー、チャット GPT で作ってくださいっていう。もう、手で書かなくていいから、あの文章打たなくていいから、チャット GPT を使って <laughs>、ちょっとこれはだから、あれなんでしょうね。若干アンチテーゼなんでしょうね。 チャット GPT なんか使うなっていう世間の皆様に対するっていうか学校の、えー 皆様に対する若干のアンチテーゼンが入ってるんでしょうね。面白いな、これ。えー、ちょっと僕の言ってることが伝わってるかよくわかんないんで、あんまり伝わってる自信もないんで、えー、まあ、詳しくはですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、これ大人の方もですね、あ、こういうことやるんだ、みたいなことを、えー、ちょっとチェックしていただきたいなと思っております。西野キロエンタメ研究所初の奨学、えー制、制度でございます。合格者には10万円、さらに、えー、参加者全員に えー、3ヶ月分の会費を現金ででキャッッシュバックでございます先行課題文はチャット GPT で、えー、作ってくださいということになっております。まあ、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、チェックしてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西名黄色でした。じゃあまたね。